しょ。はい、そしたらね、続き当てていこうと思います。次がカップリングやつですね、テカのユニット曲のやつをね、変えていこうと思うんですけど、それじゃ、いきます。これ、佐々木美玲ですね。かわいいかわいい。あれっすね。曲が出てこないけど。美玲組みたいなユニットっすよね。名前忘れた。次が、おー、来た。かわいい。ニブチャンス。やっぱオレンジ似合うっすね。ツインテールもかわいいし。よいしょ。次が、メイメイっす。メイメイっぽいな。猫っぽいっていう。パルよ、パルちゃん。かわいい。ベミホさん。よいしょ。次が、ひよたん。よいしょ。起きた。にぶちゃん。ですね。4、5。今2セット目か。1セット目終わってるっすね。今2セット目です。はい。めいめい。めいめい。よいしょ。あ、ごめん。ミレーですね。ひよたん。これ2セット。止め終わりっすね。次3セット目。おお、ミクちゃん。いいっすね、この青の衣装っていう。バルヨ。ああ、似合う。おたけ。ミクちゃん。いいっすね、ボーリング場の撮影ってあんまり見ないししないから新鮮でいいっすね。おう、川田ひな。いいっすね、この太もものズボンのこのパツッとした感じがいいっすよね。あ、同じの。ニブちゃん。もう、次4セット目ぐらいか。もう4セット目入ってるかな。めいめい。ひよたん。変わったひな。もうラストかな。もう多分5セット目も入ってるわ。みくちゃん。ラストが、パルヨです。こんな感じっすね。結構ちょっと昭和レトロな感じっすかね。全体的に若干ね。衣装とか。じゃあ次どうしよっかな。これ大体出たか。そうですね。自分の推しメンニブちゃんも出たし。結構これはいい感じですね。そしたら次どうしよっかな。次ね。どれしよう。よいしょ。迷うなぁ。全部いいんですけど。全部やるんですけどね。最終的には。最終的には全部飽きるんですけど。どれにしよっかなぁ。どれにしよっかなぁ。迷うなぁ。ダブルティアキか。じゃあ次ね、このダブルティアキの、これね、開けたいと思います。では。